はい、ミスター M さん、今回も収支報告、そうですね、アラフィフ企業シリーズでね、動画を上げていただきましてありがとうございます。収支報告はトップバズで 6.5 円ということだったんですけども、他の収益はなかったのかなということですけども、後半の方でポイントサイトのレポートしてくださいましたね。4点にまとめてこういう注意点がありますよって、これ非常に良かったですよね。自己アフィリエイトっていうと、これは儲かりますよ、これはいくらですよっていうのだけ煽って、結局作業する方がいつになったら報酬が確定するのかわからないってことで不安を覚えるんですけども、今回みたいにね、ポイントサイトで例えば不動産の案件がありますよって、これはまあ5000ですよ、1万ですよって言った後に、やっぱりね、同時にですね、否認条件っていうのはこうですよとか、ちゃんとね、見とかないと、承認条件見とかないといけないですよとか、あと面談っていうのは基本的に1回じゃないですよってことをね、ちゃんとお伝えしておくことによって、作業する方のね、自己アピールする方の、やっぱり時間がかかってしまって、時間帯効果なんですよね。どのぐらいの時間と労力を投入したらどのぐらいの金額になるかってことを交換するわけなんで、自己アフィリエイトっていうのはやってみたらえらい長かったなみたいなのはやっぱりね、自己アフィリエイトをおすすめする、信頼を失う可能性もありますんで、どのぐらいの手間がかかっていくらなんだよってことはね、すごく大事だと思います。まあ例えばね、今でしたら、ベネッセコーポレーションの中学高校基礎講座みたいなのあるわけですよ。これはね、体験会に行くと3000円みたいなやつなんですけども、さすがに体験会に行くとなると少なくとも半日とか、場合によっては1日そこに時間取られちゃうんですよね。それに対して3000円だとかなりね、もったいないと思うんですよ。だからそういった感じで、どのぐらいの時間を投入したら、労力を投入したらこのぐらいの金額ですよっていうのは、このね、バランスをやっぱ明確にお伝えしてあげると、今自己アフィリエイトのおすすめサイトっていうのは非常に丁寧なのかなと思いますよね。その他ね、やっぱりこう動画の導入部で今多くの方が抱えていらっしゃる不安な点とかね、それを打破するためにやっぱり在宅でビジネスやっていくことにしてるんですよっていう風な導入はとっても良かったと思います。またね、次回からもこういった動画どんどん上げていただきたいかなと思います。それからチャンネル登録者数の方、少しずつ増えて今19人ということなんですけども、この19人の登録者の方っていうのは、次もミスター M さんのこの動画を見たいという風に期待されてると思いますんで、そちらの方に応えるためにもね、やっぱりどんどん動画を、これ数の勝負ですね。この何ですか、アラフィフ企業シリーズ、50歳からのネットビジネスで成功する方法は、とにかくね、数を上げていくことによってチャンネル登録者数が100人とか300人とか500人伸びていきますので、大変だと思いますけども、トップバズもやってるのかもしれませんけども、このね、動画の量産が第一だと思いますんで、ぜひね、どんどん進めていただきたいと思います。それからブログの方もされてるということなんで、ブログもかなりね、労力かかるんですよね。すごいですね。すごいエネルギーですね。私は1個ずつしかできなかったんで、どうしてもね、1個を集中的にっていう進め方にはなってくるんですけども、これ同時にやるエネルギーがあるのはすごいなと思います。これからも動画の方お待ちしております。それでは。